はい、久しぶりにね、ポリメガ関連が熱くなってきたというか、ニュースが入ってきて、ただ1日くらいね、じっくりと何度も読み返したんですが、今一つちょっとね、未だによくわからないところもあります。詳細がまだ隠されているのか、自分の読解力がないのか、まあいろんな両方あると思うんですけど、まあ詳細は後ほどって書いてあるから、多分ね、情報も不完全だと思います。英語なんで、なかなかね、真相まで迫れてないかもしれませんが、まずは、今回の発表の中核機能というのか、まあコアな部分になりますね。ポリメガアプリというものが登場してくるという話です。私たちは1年以上にわたって密かに取り組んできましたが、ついにポリメガファミリー最新作であるポリメガアプリを皆様にお届けすることができ、大変嬉しく思っていますと、密かにやってたんかいと思いますね。まあ普通は密かですね。なんと無料ダウンロードということなんですが、そうなんだ。まあ、おそらくこれ中核機能になると思うんですよ。これを中心に、そうですね、今までのポリメガのものを使うことができるということらしいんですが、とりあえず Windows、Mac、モバイル端末ですね。まあ、スマホとかタブレットのことなんでしょう。まあ、それに使えるアプリが登場するということだと思うんですよね。まあ、そういったことがごしょごしょ書いてありました。ということは、本体いらなくなっちゃうということでしょうか。で、任意の標準ディスクドライブを使用して、ポリメガアプリを使用して、デバイス上の物理メディアからレガシーゲームを再生、インストール、管理することができます。まあ、よくよく考えれば、ポリメガのね、ハードウェアも、まあ、いわゆるパソコンと同じような構成でした。まあ、いろんな人がいて、ポリメガなんていらなくて、パソコンでやりゃいいじゃん、という方もいるぐらい、まあ、要するにパソコンでもできちゃうようなことでしたから、まあこういったね、ポリメガアプリというシステムもありなのかなと。まあ逆に言うとね、ポリメガというハードウェアを作るのが今非常に困難になっているのかなと勝手に予想していますけどもね、どうなんでしょうか。そんでもってポリメガリミックスという話も出てきました。まあ、パソコンとね、エレメントモジュール、まあ、ファミコンとかスーパーファミコンとか PC エンジンとかメガドライブとか、今後出るであろう64なんかのね、エレメントモジュールをつなぐための物理的なハードっぽい話なんですよ。これは何なんでしょうかね、一体ね。なんか一説にはドライブがないと書いてあって、ドライブがないポリメガって何なんだろうと。パソコンをのドライブを経由するのか、だったら別にあれでいいじゃんと、さっきのね、アプリでできんじゃないのとか、いろいろと、なんか何度も読み直してもよくわからんと。ただエレメントモジュールは絶対に必要だよということで、それらをつなぐまあハードなのかなと予想はしてますが、全然書いてある写真とも違うし、ようわからんと。で、まあ翻訳機を使ってね、とりあえず英語を翻訳してみると、多くの新しいコンピューターはディスクドライブが搭載されておらず、カートリッジポートもありません。うん。ポリメガリミックスはポリメガハードウェアファミリーの最新メンバーで、ポリメガアプリを使って PC やその他のデバイスで CD やカートリッジゲームをプレイすることができます。なんで？見た目も機能もポリメガと同じですが、同じなんだ。 USB でデバイスに接続し、何のデバイス？ポリメガアプリでコントロールする、とてもシンプルな製品です。超複雑やんみたいな感じですけどね。どうなんだろう。で、ポリメガエレメントモジュールセットの全製品と互換性があり、価格はわずか149ドル。これが安いと見るか高いと見るかまだ全然わかりませんね。ということで、近日公表ということですね。さあ、ポリメガ XL ということでね、そもそも XL って何なんだって話。エクストララージかと思いましたけども、違うのかな。
まあ、よく読んでみるとインストール済みのコレクション、要するにポリメガを持ってる人なのかな、がコレクションしているものがどうやらクラウドに保存されるのか、それとね、本体と同期して、まあ、パソコンとかタブレットとか、まあ、モバイルデバイスね、そういったものと同期ができるという機能っぽいんですよ。まあ、いわゆる今回発表されたポリメガアプリだけだと、まあ、限られた機能しかないんだけど、こういったね、今回の XL、まあ、おそらくエクストララージ、最強なんでしょう。一番多機能になるというものなのかな。うん。まあ、そういったね、例えばチートコードとかね、バーチャルディスプレイ、パッチ、オーディオプレイヤーなんかが開放されると。まあ、普段はロックかかってんだけど、このまあ XL、これ加入になるのかな、なんだろう、またサブスクとかだったら嫌だな、っていうのがあるんですけど、今後数週間のうちに提供される予定だって結構早いね。早い。サービスインっていうことなんでしょうか。うん、いずれにしてもこれを使うと最強と。そして最後の発表はこちらですね。ポリメガのコントローラーになります。まあ、ちょっとマイナーチェンジしたのかな。一応本文には第2世代と書いてありますんで、新型のポリメガコントローラーとなりますということでした。まあ、そうっすかって感じですけど、まあ、実はね、デュアルショック4とか、デュアルセンス、Xbox 系のコントローラーも使うことができますんで、そっち側でも OK ということなんで、まあ、コントローラーあるんであればね、デュアルセンス使ってもいいし、そう、Xbox 系使ってもいいということみたいですが、まあ、そうだったらこれいっかってなっちゃいますよね。まあ、コレクション的に1個ぐらい欲しいかなと思いますけど、まあ、こんなね、コントローラーも発表されました。で、まあ、気になるのは既存のユーザーですよね。今回の発表は新サービスなんで、既存のユーザーに対してはほとんど話がないというか、全くないというか、どうなっちゃったんでしょうか。せめてなんかね、ファームウェアのアップデートがあるとか、そろそろね、光線銃どうなっちゃったんでしょうかみたいな。全然なんか来ないじゃん、みたいなね。まあもう、ポリメガもね、随分待ったから、すげえ期待してるわけじゃないんですけど、安定の遅さですよね。となると、エレメントモジュール05の64モジュールはいつになるんやと。このまま息絶えちゃったら悲しい、みたいな感じですよね。といった感じの話が出てきました。まあ、最後まとめておくとね、何でしょうかね。うん。とりあえず、あとごしょごしょ書いてあったのが、2020年3月からポリメガ .com 経由で購入した人に、クローズドベータテストが行われると書いてありました。おぉ。オラも、ポリメガ .com で買ったぞ、と。思い出したんで、クローズドベータに参加できるのかなと、ワクワクしてきましたよ。ようやくね。はい。こんなことがあるんだ、みたいなね。うん。クローズドベータだからまだベータ版なんだよね。あ、これか。書いてありますね。2022年12月30日以前にベースユニットまたはデラックスバンドルを購入したお客様が対象。お、デラックスバンドルを買いましたよ。うん。ベータテスト期間中、ポリメガ XL で強化された機能を独占的に利用できますが、うおうおとなっちゃいますね。1年間ベータテスト終了後により、プレミアムポリメガ XL レベルに無料でアップグレード。無料でアップグレードできるけど、それからは金払いとかいいんじゃないでしょうね、って感じがしますね。ということで、はい、3月からどんなことができるんでしょうか。非常に楽しみになってきたポリメガ関連ですね。まあ、自分はね、どちらかというと、エミュレーターよりも実機でやる方が好きなんですけど、まあちょっとね、こういったエミュレーションで、チクチク遊んでみるのもいいのかなという時があります。いや、ポリメガ関連ね、もう止まっちゃってんのかなと思ってましたけども、そもそも作ってんですかね、もうね、なんかこういったサービスが出てきたってことは、ハードっていうかな、コンソール作るだけのもう、なんでしょう、
まあ、コロナ関連もあったし、戦争もやってるから、なかなかね、部品調達が難しいのか、何なのか、ちょっと方向転換してきたような雰囲気を個人的には感じてますね。まあ、しょうがないっちゃしょうがないんだけど、まあ、既存のじゃないな。パソコンなんか使ってできるんだったら、それの方がみんながね、使うことができると思いますんで、いいのかなっていう気もしますし、自分はどっちかっていうとハードウェアのファンでもありますから、こういったね、ちょっと異質なゲームハードもワクワクしながらいじってみるというのもオツなんで、まあパソコンでできちゃうよっていうんであれば、ちょっとこう、寂しいなとも思います。ということで、3月ぐらいからね、ポリメガ関連がまたググッと動くかもしれませんので、非常に楽しみになってきました。まあその辺はね、また何かありましたら、公開したいと思います。ではまた。